俺の姉さんが仕事で体調を崩したらしい。だから高級旅館に泊めた。困るわよ、お母さんの退院祝いなのに。俺の姉さんが優先だ。お母さんを帰らせろ。私が母のために用意した一年待ちの高級旅館、夫が勝手に義両親と義手を止めると言い張ってきた。もう限界。私の中で溜まっていた不満が爆発した。私は紬、母子家庭で育ち、仕事先で知り合った夫ヒロトと結婚、夫と結婚してから義母の言いつけで専業主婦になった。夫は両親と姉の4人家族。私は最近母の心臓の手術で精神的に落ち込んでいたが、無事成功。もうすぐ退院だと聞かされて、やっと安心して過ごしていた。でも私はそんな母のお見舞いに行けていない。なぜなら夫と義母がそれをよく思わなかったからだ。あなたは私の息子の嫁になったんでしょ。自分の両親より義実家を優先するべきだわ。そうだ、母さんの言う通りだ。その日は母さんが出かけたいって言ってるんだから、お前は俺の母さんと出かけるべきだ。夫と義母はいつもそう言って、何かと私の自由を奪ってくる。お母さんが手術なの、別の日にしてもらえませんか。それかタクシーを使ってください。私がそう懇願しても夫と義母は許してくれず、結局私は母の手術日に病院に行けなかった。それから私は夫と義母への不信感を募らせていた。母が退院するまでもう少し、私は夫と義母には手術の日はおろかお見舞いに行くことを許されなかった。母の退院後、私はせめて母に何かできないかと考えていた。夜、夫が定時に帰宅、スーツやカバンを当然のように私に託し、一言も話さず携帯を見ながら晩ご飯を食べる。義母に関しても夫と結婚してから顔を合わせるたびに、孫の顔が見たいと言われていた。いい加減子供のことを考えたらのんびりしてるわよね。義母が会うたびにそう言ってくる。私と夫は結婚して5年経っているし、義母がそういうのはわからないことはないが、それでもプレッシャーを感じるし、ストレスだってたまる。義姉や義父は物静かで何も言ってこないのがせめてもの救いだった。私が義母と顔を合わせたくないと思っていても、義母は何かにつけて私に車を出すように言ったり、義実家の買い物を言いつけたりするので、そうはいかない。耐えかねた私は一度夫に相談してみたこともある。お母さんが孫が見たいって言ってるのよ、あなたはどう考えてるの？子供育てなきゃいけないわけだろ、金だってかかるんだよな。まあ子供ができたらそうよね、今まで通りには生活できない。でも私は専業主婦をしているし、子供を育てる余裕がないわけじゃないでしょ。あなただって昇進して少し落ち着いたのよね。そうだけど子供なんて面倒くさいだろ。金だって俺が昇進したからってそこまで余裕があるわけじゃないし、何があるかわからないし。夫は歯切れの悪い返事をよこして、それっきり何も返答をしてこなくなった。そしてそれ以来、夫は私に子供の話を振られると決まって嫌な顔をするようになった。一度珍しく夫が声を荒げて、いい加減にしろと怒鳴りつけてきたこともある。私の立場も考えてよ、子供を作れないのは私のせいだってお母さんに言われてるのよと言ってしまったことがある。夫は私の言葉を聞いてムッとして、お前が母さんのご機嫌をうまく取ればいい話だろ、母さんとの関係が悪いからって俺のせいにするなと言ってきた。夫は私より義母を優先して考えているんだと、その時初めて分かった。きっと私が困っていても夫は手を差し伸べない。でも義母が困っていたらヘラヘラご機嫌を取るのだろう。そんな夫を想像して
無性に腹が立った。そんな夫との一件があって、私の気持ちはさらに夫から離れていた。私は母のために何かできないかと、一年待ちの高級旅館への旅行を思いついた。そこにはちょっとしたつてがあるので、お願いをしてみよう。私は早速サプライズで母にプレゼントしようと考えた。久しぶりの母との旅行、夫がダメと言っても私は今回は譲らない。私は夫が帰宅してから話を切り出した。やっと退院なの。はあ、で？夫は夕食を食べる手を止めず、興味のなさそうに携帯を見ている。私は構わず続ける。それで退院祝いに箱根にある旅館でも取って、久しぶりに旅行でもどうかなって。そんなことっすよ。お見舞いにも行けなかったんだから、これぐらいさせてよ。それにその旅館は地元でも有名な高級旅館で、予約がなかなか取れないの。私はたまたまつてで空いた部屋を教えてもらって、その時に返事をしなくちゃチャンスを逃すことになるから先に決めたのよ。だからって俺に許可もなく旅行の計画だなんて間違ってる。夫は明らかに乗り気ではない。しかしそんなのは想定済みだ。私だけでも許可をもらえたらそれでいいのだから。あなたがあまり乗り気じゃなかったら私だけで行ってくるわ。たまには自分の親にも親孝行してもいいでしょ。俺の母さんに許可をもらえ。もしお前が旅行に行っている間、母さんが出かけたくなったらどうするつもりなんだ。そんなのタクシーでも何でも使えばいいんじゃないの。私はどうしても行きたかった。このままじゃ計画が潰れてしまう。どうせ義母は行くなと言うだろうから、せめて夫に賛同してもらえないだろうか。義母に電話をかけ始めた夫を横目に見ながらそう思っていると、夫が妙にご機嫌で私に向き直った。母さんがいいって、だから俺も行こうかな。夫の突然の豹変に私は拍子抜けしたが、大きな手術を終えて無事退院する私の母に義母も少し気を使ってくれたのだろうと思っていた。そして旅行の日、私と夫は車で家を出た。母は旅館の近くに家を構えており、退院してからすぐにタクシーで旅館に向かってもらった。退院してすぐということもあり、一日母には旅館でくつろいでもらい、私たちはその翌日から合流する予定だ。現地に着くまでワクワクとした気分でいた私。しかし現地に入り、旅館の前に車を止めている時、私はとんでもない事実を知ってしまった。現地に着いた私は旅館の前にいた人物を見て驚いた。お母さん？そこにいたのは私の母と義母だった。義母はギフトを義子も連れて私の母に何やら文句を言っている。ちょっとどういうこと？お前の母さんはもう一日泊まってるんだろ。ここからは俺の母さんに残りの日数を楽しんでもらおうと思って。夫はそんな勝手なことを言って自分たちの家族へ合流する。私は困惑したが慌てて夫の後を追いかけた。一体どういうことですか？今日は私の母の退院祝いだと夫から聞いていませんか？私が夫を押しのけて義母に詰め寄る。義母はニヤニヤと笑って私を見返してきた。その後ろに立つギフト義子はキョトンとして顔を見合わせていた。事情を知っているのは夫と義母だけらしい。困惑する私たちを前に夫は流暢に話を始めた。お母さんは先に泊まりに来ていたし、もう十分ですよね。なので2日目からはうちの両親と楽しもうかと思います。宿泊代の半分は俺の給料から出ているんだから文句はありませんよね。私の母はポカンとしていた。当然だろ、こんなの私の計画にはなかった。あの日ご機嫌で戻ってきてあっさり許可が出たことをもっと疑うべきだった。私は久しぶりに母と会えることに浮かれていて、義母と夫の質の悪さを忘れていた。
義母は厚かましい態度で。お宅はいいお宿を知っているのね。これからも旅行に行きたくなったら頼むことにしようかしら。そうね、次は北海道旅行とかどう？もちろん宿泊代はそちらとヒロトの折半でどうかしら。と言って笑っている。一方、ギフと義士は事態が把握できていない様子でキョトンとしている。おい、ヒロト、お前は姉の慰安旅行として俺たちを呼んだんじゃないのか？そうよ、どうしてこんなことに？義父と義士に話を振られた夫は得意げになって胸を張る。サプライズだよ、姉さんがあのひどい会社を辞めることができたんだ。きっと疲れてるだろ。そしたらたまたま紬がちょっとした手術をして退院しただけの母親のために高級旅館をプレゼントするとか言い出したんだよ。どうせヒロトが稼いできたお金だし、旅費は折半だって聞いていたから、私たちが半分だけ使っても問題ないでしょ。だから2日目から私たちの旅行にしたのよ。姉さんを元気づけるために高級旅館に泊めてやろうと思って。私はそんな勝手なことを言う夫の話にムカムカと腹の底が煮えくり返るような気持ちになった。困るわよ、お母さんの退院祝いなのに。それもちょっとした手術ですって。お母さんは心臓にペースメーカーを入れる大きな手術をしたのよ。何言ってんだ、それぐらいよくあることだろ。俺の姉さんが優先だ。いいからお母さんを帰らせろ。それに私はちゃんとあなたも誘ったじゃない。だからこの旅館もこの日付も知れたんでしょ。私が勝手にしたみたいな言い方はやめて。私に責められた夫は声を詰まらせる。そんな夫をかばうように義母が私に詰め寄った。いいじゃない、こんないいところ私たちに黙って楽しもうなんて考えるあなたが悪いのよ。私は実家の親となかなか会えないからちょっと贅沢な旅行を計画したんです。それに会期祝いなんですよ。お見舞いも行かせてもらえないし、手術の日はお母さんの付き添いでショッピングに連れて行きましたよね。そんなひどい仕打ちをしたのにまだ邪魔をするの？すると義母は当然じゃないと声を荒げた。あなたはヒロトの嫁よ。嫁は義実家を優先するのが当然じゃない。自分の親ばかりいい思いをさせて、私には誕生日のお祝いもないくせに。私は義母のその言葉を聞いてえっと声を上げた。まさか、ありえない。私は毎年頭をひねって義母に誕生日プレゼントやお祝いを送っていた。ちゃんと夫にもそれを伝えて届けてもらっていたはずだ。私は夫を見る。夫は目をそらしていた。そんな夫の態度に私は全てを察することができた。同時に夫に対して冷めかけていた気持ちが完全に冷え切ったものへと変わった。この前お母さんの好きな花束を送りましたよね。あれはヒロトからよ。あなたからじゃないじゃない。誕生日にはネックレスを送りました。あれもヒロトが選んでくれたのよ。あなたじゃないわ。私はその言葉を聞いて横目に夫を睨む。ふざけないで。どういうこと？私が選んで買ってきたものをあなたに託したよね。その時ちゃんと私からですって伝えてねって言ったよね。私が夫にそう詰め寄ると、夫は口ごもり、それは、その、と歯切れの悪い返事を繰り返してくる。夫はどうやら私が義母のためを思って選んだり、購入したものを自分が選んで購入したもののように伝えていたようだ。私は夫から裏切られた気持ちだった。今まで私が義母との関係に悩んでいたことを知っていたはずの夫、少しでも関係が良くなるようにと思ってやってきたことなのに、どうしてそんなことしたのよ。すると夫からとんでもない言葉が出てきた。だってあれは俺が稼いだ金で買ったものだろ。俺が買ったって言ってもおかしくない。夫は心底面倒くさそうにしていた。私はそんな夫に平手打ちでもしてやりたい気持ちだったが、ぐっとこらえた。大体さ、
俺の嫁に来たんなら義母や義姉を優先するのは当然だろ。何がそんなに不満なんだ。いいからさっさとお母さんを帰らせてくれ。そうよ、2日目からは私たち家族の時間なんだから。あなたがそんなに文句を言うならお母さんと帰ったらいいじゃない。私は2人の言葉にショックを受けた。そんな私に母は申し訳なさそうに寄り添ってくれる。いいえ、譲りません。もういいです。夫もあなたたちもここまでひどい人たちだとは思いませんでした。離婚しましょう。もう顔も見たくないわ。私は怒りのままそう叫んだ。夫と義母はその言葉に声を失っていた。私の言葉を聞いた夫と義母は黙ってしまった。そんな二人に今まで黙って聞いていた義父と義姉が視線を送る。母さん、それにヒロト、お前たちは一体何をしているんだ。そうよ、私たちに嘘をついて紬さんにひどいことをして、そんなので喜ぶと思ったの。不審そうな二人の視線を受けて夫と義母はうろたえる。何言ってんだよ、父さんも姉さんも。俺はただ楽しんでもらいたくって。だからってやっていいことと悪いことがあるだろ。俺はずっと思っていたんだ、どうして紬さんと母さんがそんなに仲が悪いのかって。当たり前だ、お前が邪魔をしていたんだからな。義父はそう言って夫を睨んだ。夫は何も言えずにただうつむいていた。情けない。私は夫の姿を見て心底そう思った。そもそもヒロトが間違ってるのよ。さっきから聞いてたら何なの。あなたの家族は紬さんよ。どうして紬さんのことをちゃんと考えてあげないの。お見舞いに行くことも許可しないなんて、二人ともひどすぎる。義姉の訴えを聞いて夫と義母は眉根を寄せて黙り込んでしまった。一体どうしたらこんな非常識な行動を取れるんだ。今日だって退院祝いに水を差して、どこまで紬さんの気持ちをないがしろにしたら気が済むんだ、この恥さらし。義父はそう怒鳴り顔を真っ赤にしてカンカンになっている。義姉も苦しい顔で私たちにペコペコと頭を下げて謝っている。そんな中、夫と義母はムッとしたまま話を聞いているばかりだ。謝罪しろとは言わないが、少しくらい罪悪感というものを感じないのだろうか。じゃあどうするのよ、このまま帰るっていうの。そんなの納得できないわ。義母はそう言って私と母を睨む。黙りこくっている夫と違い、義母は全く反省する気はないらしい。私たちの騒ぎを聞きつけて恰幅のいいスーツの男性が小走りでやってきた。一体どうしたんですか。義母はそんな男性を前にマシンガンのように話し始めた。この母子家庭の貧乏人たちを追い出してほしいの。代わりにこの人たちの残りの宿泊分は私たちで楽しむから。申し訳ございません、それはできかねます。どうしてよ、私の言うことが聞けないっていうの。お金はもらっているんでしょ。義母はそう言って男性に八つ当たりをするように怒鳴りつけた。こちらのお客様からはすでに代金をいただいています。あさってまでの滞在と伺っております。男性の言葉に義母は憤慨して、この娘は私の息子の嫁なのよ、家族なんだから問題ないわね。えヒロト、ヒロトもそれでいいのよね。夫は気まずそうにうなずいた。ほら見なさい、いいからさっさと追い出して。第一、この人たちはこの旅行に不相応だわ。紬さんなんて都合が悪くなったら離婚するってヒロトを脅したりして、育ちが悪いからそういうことができるのよ。ねえヒロト、怖い思いをしたわよね。夫は私をちらりと見て意気消沈している風を装っている。私は
そんな夫と義母に真相を伝えることにした。お母さん、やめてください。言っていませんでしたが、ここは母の実家です。つてっていうのは、その男性、おじさんのことです。私がそう言うと、夫と義母は目を見開いて驚いていた。そう、スーツの男性は私のおじさん、母さんの弟だ。おじさんは低姿勢だが、しっかりした口調で話し始めた。姉がお世話になっております。この旅館は私たちの両親が始めた旅館なんです。姉はこの旅館を継いだのですが、体調を壊しがちなため、今は私がこの旅館を支えているんですよ。は？今回、姉がこの旅館に宿泊する計画に私も協力しました。姉は体が弱いので、手術が成功した時は私も感動しました。サプライズのプレゼントだと、つむぎちゃんが言っていたから、私たちもいろいろとおもてなしを用意して待っていました。それを、あなたたちは何ですか？おじは、すっと笑顔を消して、冷たい顔になった。母親の手術日に病院に行くことも、お見舞いに行くことも許可を出さず、挙句には因縁をつけて、ただで旅館に泊まりたいだなんて。おじはそう言ってため息をついた。おじの言葉に、義母と夫は、うっとうめき声を上げて、冷や汗を流している。当館では、一人一泊5から20万円までのお部屋をご用意させていただいています。どうしても泊まりたいなら、受付に移動しましょう。料金を聞いた夫と義母は、声を上ずらせ、あたふたし始める。そんな二人の様子を見て、義母と義子は、呆れてため息をついていた。その後、義家族は私の叔父の紹介で、別の旅館へ向かった。私は夫に離婚する意思があることは本気だからと言って、母と旅館へ入る。夫は義父が説得してやると言って引っ張っていったので、義家族の泊まる旅館へ。夫は自分はこっちに泊まる権利があると主張してきたが、それは聞き入れてもらえなかった。そして旅行後、私と夫は離婚。義父と義子には改めて、旅行をむちゃくちゃにしたお詫びとして菓子折りを母に送ってくれた。義母は不満そうだったが、夫に私との離婚は義母のせいだと責められて昇進しているらしい。それを聞いた義父に夫は改めてお説教をされたとか。また義母の失態は、たまたま叔父の旅館へ泊まりに来ていたご近所さんから瞬く間に広がり、夫と義母ともに肩身の狭い思いをしているそうだ。私は離婚して元夫から慰謝料をもらい、それを持って実家に帰った。仕事を探していた私に、おじが声をかけてくれ、旅館で働かせてもらっている。そしてゆくゆくは後継ぎになってくれとおじさんに言われた。まだ返事はしていないが、旅館の仕事にとてもやりがいを感じている。近々おじさんにいい返事ができると思う。